同志社大学開校記念撮影原田城2月21日は、日本組合キリスト教会の牧師、同志社の第7代目社長である。第二次世界大戦下の全県町観光誌、宮内庁式部職官庁を務めた原田県の父。日後国熊本藩士、鎌田治の次男として生まれ、後に山賀郡長野村の原田家の養子となった。横井湘南の門弟である。 竹崎律次郎の日進堂で儒学を収めた後、熊本洋学校に入学し、LLJN ズより訓等を受けた。熊本洋学校の廃校の後、1876年から広取英語学校で学ぶが、1880年に、同志社英学校進学科に編入し、新島城の聖書講義に加わり、大成祝とも信仰を持った。翌1881年に、 M.L. ゴードン o 宣教師より洗礼を受けた。1884年に同志社を卒業。翌1885年5月4日にアンシュレを受けて神戸教会の牧師に就任した。1887年8月に渡米してシカゴ神学校とイエール大学で学ぶ。さらに1891年英読にわたり初大学で聴講した。帰国後、キリスト教新聞。 国雑誌、キリスト教世界の編集に携わり、番長、平安、神戸の各教会の牧師を歴任した。1907年1月に同志社第7代目社長に就任。1910年には欧米を歴訪して、エディンバラ選挙会議及びアメリカンボード100年記念会に出席し、エディンバラ大学とアマースト大学から名誉学位を贈られるなど、欧米における 同志社の名声を上げ、1912年には、専門学校令により同志社大学及び同志社、女学校専門学部の設立が認可された。しかし、原田は、講演や、伝道活動などで学校を開けることが多く、公務をおろそかにしているとの批判の声が上がった。やがて原田派と、反原田派の間で対立が生じ、その結果、理事、幹事、 学部主任などの大量辞職を招き、原田自身も1919 19年1月をもって同志社総長を辞任するに至った。1920年、ハワイ大学に招聘され、1922年東洋学部を創設して、ハワイ大学の日本学の基礎を築く。1932年ハワイ大学名誉教授。1940年に京都市上京区の自宅で死去。 ありがとうございます。